最後ほら突き通ってるでしょ身が。これがむき上がり。うまい。ベラムチョうまい。はいこんにちは。社長今日は何をするんですか。今日はうちの船が取ってきたとびきりおいしいイカの料理です。社長が料理をするんですか。はい。普通はやってないんだけど。もしかしてあの船ですか。あの船。大漁旗がなびいてないね。第三期を丸。社長の名前がついてるんですね。そうそうそう。あの船には何が積んであるんですか。赤イカというね。ものすごい美味しいかも。もう6、7、3ヶ月賞味3ヶ月ご苦労様。実際に漁をするときってどうなるんですか。ボロ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 。これですか。うん、自動釣り機。ほら、うわすごい、すごい量ですね。100トン。の赤いか、これがまた美味しいんです。大きいですね。大きいでしょ。ほら身が最高。最後ほら突き通ってるでしょ身が。ブツブツがあるんです。これをこうやって手でしごけば取れちゃうから、これがついてると天ぷらとか焼いた時に口に残るから、まあこんな形でね。これで解体ショー終わり。手際がいいですね。魚よ、手際ですよ。ちょっと握るか、あれを。じゃあ次で、はい、じゃあやってみます。よろしくお願いします。はい、ここから先は。社長、この方は。この方はアップスさんっていう、私の参謀であと3人料理に。柔らかく甘みが出るように切り付けします。
よしよし、ではどうぞ社長。社長、お味は？うまい、甘くて本当に最高。もう行かなんかとこじゃないけど、こいつ柔らかいし。そうだな。あっちゃん。笑うな。まだ暑いかな。うん、いいやつだ。社長はイカの部位の中でどこが一番お好きなんですか？ゲソとエンペラ。その理由は？理由はないけど、食べたらうまいから。抜群に美味しくなるとおっしゃってましたけど、秘密、あの、はい、その通り。うまっ、いいね、この軟骨が。身よりもいいぜ、これ。それはそれで、あの、ボイルして作るとうまいよ。焼いて、うん。寿司の材料を我々が使わせてもらうのにみんな命がけて取ってる。その食材を一つでも美味しくなるために我々は一生懸命しないといかんと、まあ、こうやってやってお客様にね、新しくて美味しくてうまいものを提供するためにまた日夜頑張ってますから、ぜひおいでください。皆さん、チャンネル登録を忘れなく、よろしくお願いします。